こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、2021年 大人のトレンドアイテム5000というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。なかなかですね、ファッションの流行とかトレンドって一般的には分かりづらいのかなと思っています。もちろんですね、定期的に雑誌を読んだりだとか、あとはウェブで情報を取っている方だと、こういったものがトレンドなのかなというのがですね、なんとなくは分かるかなと思うんですが、まあ、僕の動画を見ていただいている方にとってはですね、なかなかトレンドアイテムというのが分かりづらいかなと思っていますので、今回はですね、5つのアイテムに厳選しながら、 今年のトレンドアイテムについてお話をしていきたいなというふうに思っています。ただトレンドといってもですね、実は幅が広くて、まあ大きく分けると2つあるかなと思ってるんですが、いわゆるですね、ファッションの中でもピラミッドに位置するような高いブランド、いわゆるコレクションブランドと呼ばれているものですね。 ルイ・ヴィトンだとか、グッチだとか、サン・ローランだとか、セリーヌだとか、あとはバレンシアガだとか、こういった代表的ないわゆるラグジュアリーブランド、こういった世界観の中にもトレンドというものがありまして、そういったものはですね、なかなか僕たちですね、一般男性には手が届きにくいものなのかなというふうに思っています。しかもこういったラグジュアリーブランドのトレンドを取り入れようとすると、高いですし、スタイル的にもですね、まだまだ尖っているので、なかなかですね、僕ら世代だと取り入れ そういったトレンドもある一方で、もう少しですね、一般的なトレンドというものもあるんですね。僕たちにとって割と身近なショップであるユニクロですとか GU ですとか、あとは各種セレクトショップですね。 こういったショップの中にも、ここ数年でちょっとトレンド感があるなというアイテムもあったりするわけなんですね。まあこういったものは先ほどご紹介したラグジュアリーブランドのアイテムに比べると、もうちょっと取り入れやすいものが多いかなと思ってるんですね。で、今回僕が取り上げたいのは、こちらの校舎の方ですね。僕たちの身近なショップの中に、最近旬だなというものが置いてあるわけなんですが、そういったものは何なのか、ここをですね、皆さんに解説をしていきたいなというふうに思っています。 そして今回ですね、このトレンドアイテムを解説するために、一つまたですね、図を書いてきたんですね。まあ、最近お得意のこの図の表現なんですけども、はい、これをちょっと見ながら解説すると、もう少しわかりやすいかなと思うんですが、トレンドだとか流行を理解する上でもう一つですね、やはり覚えておいていただきたいのは、定番アイテムは何なのかというところなんですね。 定番とトレンドという軸を今回書いているんですけども、まずはですね、定番アイテムというところを理解すると、よりトレンドアイテムというものの理解がしやすいかなと思っています。今回は夏のアイテムというところに限定しているわけなんですが、定番的なアイテムとして、無地の T シャツですとか、あとはポロシャツですとか、あとはですね、ショートパンツ、リレンシャツみたいなものをここでは取り上げています。 こういったものはですね、まあ、いつの時代にもあるような、いわゆる一般的な定番アイテムになってるんですね。そして下にですね、青い線で引いてあるものがですね、これはサイズ感なんですが、タイトからジャストサイズというのがですね、まあ、いわゆる今の定番的な位置づけになっているのかなというふうに思ってます。ですので、ここで言う無地 T シャツというのは、ユニクロ U のエアリズムみたいな、ゆったりめのものではなくて、 タイトですとか、ジャストサイズの無地 T シャツのことですね。ポロシャツに関してもタイトなもの。こういったものは定番的なものの理解かなというふうに思っています。一方で、トレンドアイテムというのはどういうものなのかというと、今回取り扱うテーマなんですが、例えば半袖のシャツですとか、半袖のニットですとか、最近多くなっている白パンですね。白系のボトムスですね。このあたりですとか、 あとはトレンド方向に大きく寄っている蛍光色というものがあって、ちょっとビビットな色の T シャツだとか、こういったものもトレンドになっているんですが、他にはイージーパンツみたいなものもありますね。サイズ感としては、ややゆったりからビッグシルエットと呼ばれるものがトレンドに寄ったものなのかなというふうに思っています。 で、ここで出てくるような半袖シャツだとか半袖ニットに関してもタイトなシルエットモードだと定番的なものになってくるんですが少しゆったりめのモードだとトレンド感のあるアイテムになってくるかなというふうに思っています、まあ、白いボトムスに関しても定番的なモードだと結構タイトなシルエットのものがあってそれはそれで NG というわけではないんですが今トレンドになっている白系のボトムスというのはやっぱりですねゆったりめのシルエットになってるんですね ですので、定番とトレンドというところを比較する上で、まあ、アイテムの特徴も変わってきますし、一点数のサイズ感というところも大事なテーマになってくるかなと思っています。例えば、定番的な無地 T シャツでも、タイトなものだったら定番ですけども、ゆったりめになるとですね、割と中間的より少しトレンド的な方向に寄ってくるかなというふうに思っています。まあ、このような形で理解するとわかりやすいんですが、 あともう一つ増えておきたいのは、この半袖シャツというものなんですけども、代表的なものはオープンカラーシャツですね。こういったアイテムというのはですね、トレンドアイテムとして5年ぐらい前から出てきたんですけども、当時はですね、割とトレンドのアイテムの中でもこっち寄りだったんですが、まあ、年数が経っていくと徐々にですね、トレンドから定番に寄ってくるんですね。 今ではユニクロでも GU でも各種セレクトショップでも必ずオープンカラーシャツというものが置いてありますのでそういったかつてはトレンドだったものがですね徐々に定番化していくという流れもありましてそういった意味ではこういった半袖シャツだとか半袖ニットというのはですね 蛍光色なんかに比べると、やや中間的な位置づけになっているかなと思いますし、どんどんですね、こっちを定番の方に入っていくのかなというふうに思っています。この面白いのがですね、定番とトレンドというのは結構行ったり来たりするものなので、そのあたりも含めて頭の片隅に置いていただければなと思っています。 まあ、サイズ感なんかもそうですね。かつてタイトシルエットというのはかなりトレンド色の強かったものなんですが、そういったタイトシルエットが登場してもう十数年経つとですね、もうだいぶ定番的な位置づけになって、かえってゆったりめのものの方がトレンド感が漂うようになったりするんですが、このあたりもですね、10年スパンぐらいで変わってきたりするのも、頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、こういった表をある程度理解しながら、今度は具体的にですね、一個ずつのアイテムを僕が着ながらですね、解説をしていきたいなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますのでよかったらそちらの方もですね、下のリンクからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のトレンドアイテムから解説をしたいなと思っているんですが今僕が着ているこちらですね。 半袖のニットというアイテムになります。先ほどのホワイトボードにも載っていたかなと思うんですが、こういった半袖ニットというのは、昨日今日出てきたものではなくて、数年前からですね、店舗には増えてきたアイテムなんですけども、トレンドアイテムからややですね、定番化の方向に位置づけが変わっているようなアイテムで、僕ら大人世代にはですね、結構使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。無地のシンプルな T シャツに比べると、生地もですね、厚みがあるので、上品に見えやすいんですね。 あとは素材の質感ですね。 やっぱりニットということもありまして、ここもまたですね、雰囲気は上品で大人っぽさが漂いやすいかなと思うので、1枚ですね、僕ら世代だと持っておくといいアイテムなのかなというふうに思っています。そしてサイズ感なんですが、こちらもですね、先ほど触れたようにタイトなものよりはややゆったりめぐらいがですね、僕ら世代には使い勝手がいいかなと思っています。あまりにビッグシルエットに振ってしまうと、僕ら世代にはちょっとだらしなく見えてしまうので、まあ、このように身幅に適度にゆとりがある程度で十分なのかなと いいう,うに思っています色に関しては今僕が着ているようなダークグレーですとかあとはブラックネイビーみたいなところは定番なんですがもう一つですね夏であればこういった爽やかなホワイトですとかライトグレーみたいな色も結構ですね映えるので1枚持っておくとですね結構便利なのかなというふうに思っていますということでトレンドアイテムの一つ目は今僕が着ている半袖ニットになります はい、続いて2つ目のトレンドアイテムなんですが、今僕が着ている半袖のシャツなんですね。 まあこういったものもここ数年ですね、様々なショップで取り扱いが増えていまして、ユニクロ GU グローバルワーク、それだけではなくて、各種セレクトショップでも取り扱いがあるんですけども、こういったものもですね、トレンドアイテムとして持っておくとすごく便利なのかなというふうに思っています。ただ半数シャツといっても2種類ありまして、どこに注目していただきたいのかというと、襟元なんですね。今僕が着ているものに関しては、オープンカラーシャツ、 まあ別名ですね、解禁シャツとも呼ばれたりするんですが、第一ボタンがなくて、最初からですね、襟が開いているようなシャツになるんですね。まあこういったものも様々なブランドで取り扱っていまして、まあ最近はですね、着てる方も増えてるかなと思うんですが、それだけではなくて、もう一パターンありまして、こちらですね。 これはユナイテッドアローズのオリジナルのものなんですけども、襟型を見ていただくと、普通のレギュラーカラーと呼ばれるもので、第一ボタンを閉めた時の襟の広がりがそんなに広くないタイプのものですね。まあ、こういったものもありまして、襟の形が違うだけでだいぶ印象が変わってくるかなというふうに思っています。僕はどちらも好きなので、それぞれですね、枚数、バリエーションを持ってるわけなんですが、まあ、ちょっとですね、開放的な感じを楽しみたいのであれば、オープンカラーシャツがいいかなと思いますし、少し小綺麗に着たいなという方だと、こういったレギュラーカラーの ものを第1ボタンまで閉めてですねきちっと着るのも綺麗かなというふうに思っていますただ夏なのでちょっと暑いのでまあ、第1ボタンとか開けながら中に白 T を見せながら着るのもいいかなと思うんですがこういった半袖のシャツというのもですねトレンドアイテムになってきてるかなというふうに思っています以前は半袖シャツというとですね結構ダサいイメージがあったかなと思うんですが最近のこういった半袖シャツというのはサイズ感に関してもタイトなものではなくて少しゆったりめのものが多くなってまして袖幅もですねちょっと広め ののものも多かったりすするんですねそういったトレンド感のあるものでしたら僕ら世代でもですね使いやすいかなと思うのでぜひですねこういった半袖シャツも皆さんトライをしていただければなというふうに思っていますはい続いて3点目のアイテムなんですが今僕が着てるような少しゆったりめのシルエットの T シャツになりますね。本当だだっっったたでですすねユニクロ U のエアリズム T シャツを持ってくるはずだったんですが なんとですね、自宅に全部置き忘れるというですね、大失敗をしてしまったので、今は私物のですね、こちらのちょっとゆったりめのプリント T シャツを着てるわけなんですね。まあ、詳しくはこちらの写真を見ていただきたいんですが、まあ、先ほどもお伝えした通り、無地 T シャツというのは定番アイテムなんですけども、サイズ感が変わることで、定番なのかトレンド寄りなのか、ここがですね、大きく変わってくるかなと思っています。ユニクロ U のエアリズム T シャツに関しては、こちらの写真を見ていただきたいんですが、 腕も少し長めになってますし、見幅もですね、ゆとりがあるんですね。 ですが、着丈はそんなに長すぎないので、1枚で着た時にも、ゆったり感というところが、ほどよく作りやすいので、トレンドアイテムの中では、一番使い勝手がいいのかなというふうに思っています。これはこれで定番的でいいんですけども、個人的にはですね、今回たまたま紹介することになった、こういったプリント T シャツで、なおかつ少しゆったりしているものもですね、すごく使いやすいかなと思っています。無地の T シャツはそれはそれでいいんですけども、やっぱりそればっかり着てると、どうしても飽きてくるんです。 ですね。ですので、僕の中では少しアクセント要素があるものもいいかなと思ってまして、まあ、今回はですね、アダムエロペで購入した T シャツなんですけども、こういったものを着ています。まあ、プリント柄もですね、こういったモノトーン柄のものだったりだとか、大人っぽいものを選んでいただければ、割と僕ら世代でもですね、良いアクセントとして取り入れやすいかなと思うので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。僕もですね、だいたい6月ぐらいになると、プリント T シャツが好きでですね、いろんなものを買い揃える わけですね今年はこういったものだとか、まあ、最近動画ののの中でででよくてていいいるるここううっっったたすね白ベーースで少しアクセントカラーが入ももを買い揃えたわけなんですが、これもですね、個人的にすごく気に入っていまして、こういった少しプリントあるものもですね、ぜひ大人の皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。もちろん1枚で着てもいいですし、梅雨時期でちょっと寒いなという場合には、この上にカーディガンを羽織るスタイルなんかもすごくハマりがいいかなと思うので、少しゆったりめの、T シャツとというところも皆さん頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はいということで4点目のトレンドアイテムなんですが僕が今履いているですねこういったイージーパンツですね。 これまたトレンドアイテムとして結構1枚あると便利なアイテムなのかなというふうに思っています。まあこういったアイテムというのもやはりですね、昨日今日出てきたものではなくて数年前から様々なショップで取り扱いがありまして今はですね、だいぶトレンドから定番化してきてるかなと思うんですけどもまだまだですね、大多数が履いているようなものではないのでややトレンド寄りのアイテムかなというふうに思っています。こういったイージーパンツというのはどういった特徴があるのかと言いますとまずはですね、ここのゴムですね、 腰がゴムになっているので、 着脱がめちゃくちゃ楽なんですね。僕の場合ですね、チャックとかもですね、下ろさずにそのままずるっと脱いだり履いたりするので、これがですね、すごく楽なんですね。ですので、ジーンズ系なんかを履くよりは、僕はこういったイージーパンツを履くことの方が圧倒的に多いんですね。そして結構ストレッチもしっかりと効いてるので、動きやすいんですね。これまたすごくいい点なのと、あとは見ていただきたいのはシルエットなんですね。そういった履き心地はすごくいいパンツ なんですけどわりとシルエットとしてはですね、腿周りだとかお尻周りは適度なゆとりがあるんですけども、膝から下にかけて細くなるようなテーパードシルエットになっていまして、わりとですね、見え方としては綺麗なんですね。まあ、ものによってはですね、センタープレスの入ってるものなんかもあったりするので、そういったものはほぼほぼスラックスのように見えるので、意外とですね、大人の男性の足には合いやすいパンツなのかなというふうに思っています。ですので、今はですね、バキバキに細いブラックの スキニージージンズなんかを履くよりはこういったくぶタケぐらいのパンツがですね、一本あるとすごく便利なのかなというふうに思っています。ユニコで言うとスマートアンクルパンツが該当するかなと思うんですが、今僕が履いてるものはグリーンレーベルのものなんですね。こういったパンツは各種セレクトショップでもやってますので、ぜひ皆さんもトレンドアイテムの一つとして、頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、ということでラスト5点目のアイテムなんですが、今僕が持っているこちらですね。実はさっきちょっとネタバレしていまして、ボトムスのですね、全体像をお見せする際に履いていたのがこちらなんですね。まあ、ナイキのエアリフトというスニーカーになってまして、これだけ単品の紹介になるんですが、これがですね、ここ数年、改めて人気が加速していまして、 今年はですね、本当に多いですね。様々なセレクトショップでも取り扱いがありますし、ショップの店員さんなんかも履いてる機会が増えたので、まあ、トレンドアイテムの一つとして取り上げてみたいなというふうに思っています。まあ、デザインとしては、スニーカーとサンダルのちょうど中間的なものになってまして、その中でもですね、このつま先を見ていただきたいんですね。 旅のようになっているところ、これがですね、かなり特徴的なデザインなんですね。まあ、こういった斬新なスニーカーが、なんとですね、1996年に発売されていまして、その当時からですね、だいぶ尖った靴として、おしゃれ上級者の方が履いてたわけなんですが、なんと2021年もですね、このアイテムがトレンドアイテムとして紹介されるぐらいですね、人気があったりします。もちろんですね、デザイン的には癖があるので、誰もが履けるものではないかなと思うんです。 まあ、こういったものをですね、足元に取り入れるだけで、ぐっとトレンド的な着こなしになるので、ちょっとですね、改めて履いてみたいと思っています。まあ、様々なボトムスとも合うので、僕が今履いてるようなイージーパンツみたいなものにも相性がいいですね。くぶたけぐらいにして、少しですね、足の甲が見えるようにしてあげるのもいいかなと思っています。それだけではなくて、ショートパンツなんかで履いて、少し足元にトレンド感を出すというのもいいかなと思っています。結構履き心地もいいんですね。 個人的に買ったのは今年初めてだったんですけども結構ですね涼しくて快適なので機能面でも充実しているかなというふうに思っています特に夏場はですねファッションがシンプルになりがちなのでちょっとこういった足元でトレンド感を出してあげるのもいいかなと思うのでぜひこういったエアリフトもですねトレンドのアイテムとして頭の片隅に置いていただければなと思っています はい。ということで、今回の動画では、2021年夏の大人のトレンドアイテム、5000というテーマでお話をさせていただきました。どのアイテムに関しても、定番とトレンドというところで言えば、 トレンドアイテムなんですけども、やや定番化しているようなもので、割と僕ら世代でも取り入れても、そこまで違和感がないものが多かったかなと思っています。まあ、最後のエアリフトだけですね、ちょっと難易度が高いかなと思うんですが、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら、ベーシックな着こなしの中に、一点だけでもいいので取り入れていただけると、すごくですね、旬な雰囲気が漂いやすいかなというふうに思っています。全身をトレンドバリバリにするのはですね、なかなか最初は難しいかなと思うので、そういった形 私で程よくですね1点ずつ取り入れていただくとすごく再現性が高いかなというふうに思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信 皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンンバーシップチャンネル